いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、もうこれ寒くなってきたから鍋物とか、温かいものが恋しくなってくる季節になりましたので、去年も作りましたが、薬膳七味ちょっと改良して、もっと美味しい薬膳七味を作っていこうと思います。これ今年取れた鷹の爪です。でね、これはね、まあこうやってパスタでこうちぎりながらペペロンチーノとかでねやっていこうとこれは思ってます。で、これ韓国唐辛子なんですよね。乾燥してこんな感じになってます。でかい、カリカリです。で、これもまた別口ですね。違うもの。で、これが普通の唐辛子。これを、これ辛いんでね、これを使って、こっちこ、うわ、すごいね。これを使って七味を作っていこうと思います。今回はこれですね。プラス、今回何が違うかって言ったらね、これ。ジャワ唐辛子。香りジャワ。香りが良さそうなんでね、これもプラスしてやっていこうと思います。多分もっと美味しい薬膳七味唐辛子ができると思うんでね、これ今年はやっていきます。ということで、唐辛子、まずね、種を取っていきます。種が辛いのと、ちょっとミルかけた時に邪魔するので、できるだけ種は綺麗に取っていこうと思います。これ手袋やっておかないともうえらいことになります。手袋は必ずした方がいいです。で、これジャワ唐辛子ですね。今年もこれたくさんなってね、生の青いままでも食べましたね。野菜とかこうなんか炒めてね。でもこう赤いやつ、赤いやつもまあでも普通の唐辛子よりちょっと辛くない、爽やかな感じかな。ちょっとまあ使ってみようと思います。今回はこれで香りもさらにアップさせた薬膳七味目指してます。でね、種を取った唐辛子、ジャワ唐辛子ですね、これ。ミルにかけていくんですが、これはね、もうね、すごいです。っていうか、このミルね、ちょっと壊れてたんですよね。だから横からこう、待ってくるんで、もう、くしゃみが止まらなくなりました。なので、これをやるとき、絶対に皆さん、ちょっと壊れたミルでやらない方がいいですね。で、このジャワ唐辛子ですがね、すっごく爽やかないい香りがします。でも口に入れた瞬間ピリピリっときますね。いい感じです。はい、続きまして朝の実、いわゆるタイマーの実ですね。これをこうカリッとするまでいっていこうと思います。の食感がね楽しみ。これも七味に入るとね、あっカリッとした時になんか当たりを引いたような感じになりますよね。これも入れてカリカリです。それでは役者が揃いましたので始めていきましょう。 DIY 七味唐辛子、自家製畑で採れたね唐辛子、乾燥させたものです。これは非常に辛みが強いですね。
続きまして来ました、今回新しくプラスされるジャワ唐辛子、香りがまたちょっと違う香りなんですよね。とてもフレッシュな香り、これで辛みもプラスしてね、さらに美味しくなること間違いなしだと思います。で、朝のみですね、まあ、これスーパーフードと呼ばれてますよね。ヘンプシートって英語で言うんですかね。なんかそのオメガ6とオメガ3が含まれてて、とても体にいい、なんかアマニ油系統の油が入ってるんですかね。続きましてチンピ、このチンピはね、風邪薬として使えるし、冷え性改善とか胃腸とかをね整える、そういう効果もある、まあ、体を温めるんですかね。これも薬膳、漢方の一種ですね。続きまして、これホアチャオっていうんですけどね、中国山椒ですね。これよくあの麻婆豆腐とかにも使われますよね。食欲不振とか消化不良とかを改善する、中枢神経を刺激して内臓の働きを活発にする効果があるんですって。僕はこのホアチャをね好きなんでね、別にね、麻婆豆腐とか作った時に別に多めに入れたりして使っています。で、まだまだいきましょう。これ生姜のジンジャーパウダーですね。これはやっぱり体を温めるとか、そういう血行を良くする、そういう効果があると思います。これも少々入れていきましょう。で、これケシの実ですね。ケシの実もいきましょうか。悪玉コレステロール減らしてくれる働きがあるんですね。なのでこれもまあ体にいいんでしょうね。オレイン酸っていうオリーブオイルの成分も含まれているのでね、まあ体にいいということでしょうね。で、まあ悪いコレステロールを減らすということはいいコレステロールを増やすということでしょうね。ここでまあ黒ごまも足しながらね、彩り香りを足していきましょう。で、青のりですね。青のりってね、むくみの、解消とかね、あと美肌効果とかね、Bカロテンが含まれてるんでね、腸内の環境を整えたりね、まあ、食物繊維も豊富なので、まあ、ダイエットに適してるって言われてますよね、まあ、カリウムも含まれてるし、これも体にいいでしょうね。入れておきます。今回黒ごま、ケシの実、ジンジャーパウダー、ホアチャオ、チンピに、朝の実入れて、で、ジャワ唐辛子、で、青のり、で、最後に唐辛子、1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類入れましたね。どうでしょうか。これを、まあ、ボウルに入れて、合わせていくんですが、香り、辛み、ちょうどいいバランスでできていると思います。薬膳七味、これで完成です。もうね、この七味はね、うどんとか味噌汁とか、まあ、納豆とか、もういろんなものに使えるんですよね。で、今からだとね、鍋の季節ですね。鍋のポン酢にちょっと入れるとか、あとペペロンチーノの唐辛子の代わりにこれも入れてみるとか、いろんな使い方ができます。とても便利な薬膳七味、完成しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、高評価よろしくお願いします。